スパンエア5022便離陸失敗事故は2008年8月20日にスパンエア5022便がスペインマドリードのマドリードバラハス空港で離陸に失敗した航空事故である事故の1ヶ月前に撮影された事故機事故機の飛行データ5022便はマクドネルダグラス MD-82 総発ジェット機で運航されておりマドリードバラハス空港から カナリア諸島ラスパルマス県グランカナリア島のグランカナリア空港に向かう国内便であり、ルフトハンザドイツ航空 LH2554 便としてコードシェアしていた。乗客の大半はバカンス休暇中の市民であり、家族連れが多かった。乗客162人のうち22人が子供だった。国籍はスペインとドイツが大半であった。乗務員は十人であり、 ドービンには計172人が登場していた。スパンエアアは1988年に創業した北欧スカンジナビア航空の子会社で、スペインではイベリア航空に次ぐ第二の営業規模を誇る航空会社であった。当時の空港周辺の天候は良好であった。報道によれば現地時間シスト14時14分に事故が発生した。足が 滑走路を離れて、わずか数秒後に右にロールし始め、滑走路右脇の空港敷地内に墜落した。機体は二つに避け、その後発生した爆発により炎上した。事故現場からは26人が救助されたが、火け等の重傷のために6人が病院搬送中に死亡し、1人が深夜に死亡した。23日に渋滞だった女性が1人死亡し、最終的に、 乗員乗客172人のうち154人が事故の犠牲になった。救助隊によれば生存者の多くは空港敷地内の小川で発見されたといい、水に浸かっていたことが機体炎上の被害から免れ、生存できた一因であるという。5022便は出発前にエンジンに異常が発生し、一旦出発ゲートに戻って点検していたという。 事故に遭遇した乗客の家族の証言によれば、家族に携帯電話で出発が遅れる機体を変更するそうだと連絡した後、しばらくして機体変更をせずに飛ぶことになったと連絡した後に事故に遭遇したという。そのため、この時の点検が適切なものであったかが疑問とされている。マドリードの報道機関のエルムンドには、スパンエアアでは、 機体トラブルが頻発していたと当初が寄せられ、また同社が原油高騰による経営環境の悪化から従業員を1000人削減するリストラ策が打ち出された矢先の事故であったという。そのため人為的トラブルが背景にあったのではとの指摘もある。スペイン航空事故調査委員会の2008年10月6日付速報によればフライトデータレコーダーの記録として 事故機はフラップを展開せずに離陸しようとしていたこと、及びこの種の離陸時設定の異常を知らせる警報が鳴っていなかったことを発表した。これ以外の事故当初噂されたエンジンや逆噴射装置は原因から除外された。同じくキーアックによる2009年8月17日の中間報告は蒸気速報を確定するもので、事故原因は フラップやスラットが格納されたまま離陸を行おうとしたことであり、さらに、こういった異常設定による墜落を避けるための安全装置が働いていなかったことを付け加えた。コックピットボイスレコーダーの解析では、クルーラはエンジンスタート直後のチェックリスト読み上げ作業において、フラップ、スラットレバーと投下類のセットとチェック項目を省略していた。離陸直前のチェックでは、 複操重視は、フラップ、スラットの設定値を声を出して確認しているが、示された証拠からは、この時何らの確認もせず、形式的に発生していただけであろうと考えられている。チェックリスト、チェックリストの確認作業、そして設定以上を検出して知らせる、警報装置の3つともが有効に働かなかった、とした。5 2 2便に使用された、 MD-82 は1993年に製造され、大韓航空に引き渡された。1999年にスパンエアへ売却され、移籍後に機体にスターアライアンスの塗装が施された。b e t a f i l m c o m ありがとうございます。